毎年台湾の夏恒例のイベントとなった新北市高領国際海洋音楽祭本廃安コンリアオロックフェスティバルが今年も7月27日から29日の3日間新北市高領区の福流海水浴場で開催されますこのイベントは今年で18回目となります これは台湾のゴールデンメロディー賞で最優秀バンド賞にノミネートされた歌詞短楽団が記者会見で披露してくれた演奏です。今年参加する有名バンドには地元台湾の当事小楽団獅子合唱団などのほか日本のルーキーズ・イズ・パンクとタイのスロット・マシンなどもあります。審査委員長を務める当時小楽団のリーードボーカルゴ英吉さんは 昔はロックばかりだったが今年は電子音楽ヒップホップウクレレさらにはバラエティ系まであって多種多彩だ審査は難しくなるだろうと語っていますこのフェスティバルの主催者である新北市観光局の陳国君局長は今年は特別に国際ステージを開設した参加するバンドが国を越えて素晴らしい演奏を届けてほしいと語りました。<music> 秦武局長は今回第3ステージを設置する高領国際海洋音楽祭を国際色豊かなフェスティバルにしたい欧米韓国日本中国大陸などから参加する海外のバンドに3日間リレーで続けて演奏してもらうと指摘しました今年は新しい試みとして漁船をイメージして会場作りが行われています。